私たち20代の頃から「鉄腕ダッシュ」という番組をやらせていただきまして、来年で「鉄腕ダッシュ」が30周年を迎えるということで、僕のほぼ人生、半分を「鉄腕ダッシュ」で経験させていただいています。全然やりたくなかったんですよ、僕。と前日ライブをやっていて、翌日桑に持ち帰って畑を耕すって、もうわけわかんないなっていうか、切り替えられないし、なんでこんなことしなきゃいけないんだろう。だけど、そんな僕の反抗した感じでも、当時福島県にいるじいちゃんばあちゃんが、もう手取り足取りいろいろ教えてくれるわけですよ。太一、これはこうだよ、ああだよって言って。その時に、そのじいちゃんばあちゃんの人間スキルというのに私は直面しまして、かっこいい人ってどういう人なんだろうと思った時に、目の前にいるじいちゃんばあちゃんのこの人間力。まさかその地方にいる一般のおじいちゃんがそんなにかっこいいとはっていうのは大きな発見でしたね。ぜひ、学生の皆さんは飛び込んでいってほしいですね。まずはそのフィールドに行って、自分の先ほど言ったアンテナを一回立ててみて、自分の興味って何なんだろうなっていうのを見つけるところから始めると、多分すごくハマっていくと思います。で、この学部だったりとか未来を担う皆さんには期待したいことがたくさんあります。木ぜ下さん、ひどうでしょうか。環境学として何かをする、専門的にするのもそうなんですけれども、やはり入ってきた学生さんにそれに気づいて、まず気づきから始めて、それで自分に、一番その何が大事なのかということで学びをしていただく。実際に私たちが求めたいのは、やはりそこへ行って、手に触れて、で匂いを嗅いで、あるいはこう光を感じたりして、こういったものをまず体験してほしいと。でそこで何を感じるかっていうのは人それぞれ違うと思うんですけども、大学に持ち帰って、あるいは家に持ち帰って、それを話をしながら自分の考えをもう一回まとめてもらう、こんなようなところからこう学びを深めていってほしいな。こういったことはやっていただける、やってもらえる学生さんを集まってもらいたいなと思ってます。国分さん、やはりそのオリジナリティにつながっていく体験っていうのはやっぱり大事ですよね。大事ですよね。で、しかもそれが4月からスタートするわけですよね。本当に未知の世界だと思うんで、その生徒の皆様も研究しながらだけど、その学部を作るっていう思いでみんなで作っていくのがいいんじゃないかなって気しますね。青野さんはいかがでしょうか。私は感受性の豊かな方にいただけるといいなと思います。こう綺麗な木とか森林を見て、あ、いいなって思う人、こういい空気を吸って、あ、気持ちがいいなってすごく思える人で、その気持ちよさとか感じたことを言語化するというか、こう分析するっていうのが環境科学の一つかなと思いますけど、感受性が豊かであって分析する、で適宜発信するっていうのがいいのかなっていうふうに思っています。その研究される方の何ていうか特性といいますか、何かこう忍耐なんでしょうか。何があると研究ってこう長続きするんでしょうかね。好奇心ですかね。そこだと思います。辰野さん、どういう時代 モンベルに欲しい人材にイコールになるのかもしれませんけれども、すみません、未来ああいえばこういう ごめんなさい。頭でっかちな環境を振りかざした人はうちの会社にはいりません。ただ、もし選ばせていただくとしたら、やっぱり今先生おっしゃった好奇心を持って、要するに何事にもやっぱり好奇心を持って、これ英語ではセンス・オブ・ワンダーというらしいんですけど、いわゆるそういう未知のものに対しての好奇心を持って、そういう人がいいなっていうふうに思ってます。とにかく飛び込む一歩を大切に、その中で変換していってもいいから、自分の信じれるものを追求するために学校はあるんじゃないかなと思います。途中からこの4年間の間で変わることはたくさんあるかもしれないけども、それが自分だと思いながら突き進むことの方が僕は大切だと思いますので。皆さん、ありがとうございました。お付きあ合いありりががとうごとうざごいざまいしました。た。